アルフェウス・ウィリアムズ、アルフェウス・スター・キー・ウィリアムズ、A、アルフィアス・ストルッキー・ウィリアムズ、1810年9月29日から1878年12月21日は、アメリカ合衆国コネチカット州出身の弁護士、判事、ジャーナリスト、アメリカ合衆国会議員であり、南北戦争の時は、北軍の将軍だった。ウィリアムズは、 コネチカット州ディープリバーで生まれた。1831年イエール大学を法律の学位を取って卒業した。父はアウィリアムズが8歳の時に死んでおり、かなりの遺産を残してくれたので、それを使って1832年から1836年の間が死国とヨーロッパを広範囲に旅した。アメリカに戻ると、1836年に急発展をしていた辺境のチミシガン州。 デトロイトに位置着いた。弁護士として、頭角を表し、著名な家系の娘ジェーン・ヒア・フォードと結婚して、5人の子供が生まれたが、そのうち2人は幼児に死んだ。ジェーンも1849年に30歳で死去した。ウィリアムズは、デトロイトで様々な職業を経験した。ウェイン軍の遺言権に犯時に選出され、1842年に、 セントクレア銀行の頭取りを務め、1843年はデトロイトの日韓紙、アドバタイザーの社主と収社となり、1849年から1853年はデトロイトの郵便局長となった。1836年にデトロイトに来た時、ミシガン民兵隊の中隊に入隊して、長い間市の民兵隊活動との結びつきを続けた。1847年、 米北戦争に向かう連隊の注意に指名されたが、この連隊は到着が遅くて戦闘に参加することはなかった。州民兵局の局長も務め、1859年にはデトロイト軽装警備隊の少佐となった。1861年に南北戦争が勃発した時、ウィリアムズは州内最初の志願兵の訓練に関わった。 1861年5月17日に、志願兵の巡将に昇進した。訓練キャンプを離れた後の最初の任務は、10月から1862年3月まで、ポトマック軍、ナサニエル・バンクス少将軍団の旅団長だった。その後3月13日付で、ポトマック軍第5軍団の師団長に就いた。この師団は4月から6月まで、シェナンドー方面軍に転属された。 ウィリアムズとバンクスはバレー方面作戦で南軍ストーンウォールやクソン将軍と戦うために派遣され完全に出し抜かれてジャクソンのかなり少ない軍隊のためにシェナンドー渓谷で動けなくなった。6月26日、ウィリアムズ時代は北バージニア方面作戦のためにジョンポープ少将のバージニア軍に転属となった。シーダーさんの戦いではバンクス軍団が サイドジャクソン軍と対戦し、サイドをれた。ウィリアムズの師団は、第二次ブルランの戦いには間に合わなかった。ウィリアムズ師団はサイドポトマック軍につけられ、第十二軍団第一師団となって、北のメリーランド方面作戦に向かい、アンティータムの戦いに参戦した。その途中で師団の部隊が有名な南軍の、失われた伝言特別命令191号を発見した。 それには、ロバート・イリー将軍の、この方面作戦に関する作戦が記されており、ポトマック軍指揮官、ジョージ・マクレラン少将にいかに、リーの分散した軍隊を破るかについて、重要な予見を与えた。師団は、シャープスバーグで、激しい戦闘を行い、またしても南軍最翼で、ジャクソンと戦った。軍団長のジョセフ・ケーマンス・フィールド少将が、アンティータムの初期に戦死し、 ウィリアムズは一時的に軍団指揮を引き継いだ。その軍団はジャクソンに対する攻撃で25%の損失を出し、ジョージ・ S ・グリーン巡将の師団はダンカー協会まで進んでいた陣地から撤退を余儀なくされた。ヘンリー・ W ・スローカム少将が戦闘直後にウィリアムズに代わって高級的軍団長に座った。ウィリアムズ師団はポトマック軍の次の主要戦闘である。 フレデリックスバーグの戦いには予備隊としてポトマック側を守っていたために参戦できなかった。1863年5月2日のチャンセラーズビルの戦いではストーンウォール、ジャクソンの部隊が急な側面移動を実行しポトマック軍の右翼を潰し予想もしていなかった第11軍団に厳しい損失を与た。第11軍団に隣り合っていた。 ウィリアムズ師団は急遽残酷に入り、ジャクソン軍が北軍全軍を破る前に、その進軍を止めることができたが、その過程で1500名の損失を出した。ゲティスバーグの戦いでは、1863年7月1日の初日午後遅くに戦場に到着し、ゲティスバーグの町の東ベンナーズヒルに陣地を占めた。この時点で、ヘンリー・スローカムは指揮の誤解により、 第十一及び第十二軍団からなる北軍、右翼を指揮していると信じていた。それゆえにウィリアムズは第十二軍団の一時的指揮を取り、戦闘の残りを投御した。トマス・ルーガー准将がウィリアムズ師団の指揮を取った。7月2日の午後、南軍ジェームズ・ロング・ストリート中将による北軍左翼への集中攻撃があり、ポトマック軍指揮官、ジョージ・ミード少将は、 ウィリアムズの全軍団にリトルラウンドトップ近辺の左を補強するよう命令することになった。ウィリアムズはミードに向かってカルプスヒルの重要性を説得し、なんとかグリーンの一個旅団のみをその防御的陣地に残しておくことにした。グリーンとその旅団は英雄的な防御戦を行い、エドワード・アレゲニー・ジョンソン少将の師団。 ストーンウォール師団の猛攻を第12軍団の他の旅団が戻ってくるまで予通し、耐えた。7月3日、早朝、ウィリアムズは他の残酷をいくらか占領していた南軍に攻撃をかけ、7時間に及ぶ戦闘の後で当初の前線を取り戻した。ウィリアムズにとって不幸なことに、スローカム将軍が戦闘の公式報告書を書くのが遅れ、ミード少将は ウィリアムズと第十二軍団が北軍の防御のために果たした重要な貢献を認識しないままに、そう報告書を提出してしまった。1863年9月、テネシー州の北軍が近間馬の戦いで敗れたので、東部から第十一及び第十二の二個軍団がチャタヌーガで包囲されている部隊の救援に派遣された。この二個軍団は後に、 その軍団の大きさが小さかったので結合され、カンバーランド軍、第20軍団となった。ウィリアムズ師団は、チャタヌーガの戦いに間に合わなかったが、テネシー州東部の鉄道を守った。しかし、アトランタ方面作戦では、第20軍団の一部として、ウィリアム・シャーマン少将の軍隊に加わり、多くの戦闘、特にレサカの戦いで功績を上げた。 1864年5月26日のニューホープ教会の戦いでウィリアムズは腕を負傷した。その師団はシャーマンの海への進軍からカロライナ方面作戦まで従った。これらの作戦ではウィリアムズが第20軍団を引き、ベントンビルの戦い後にジョセフ・ A ・モーアーが引き継いだ。ウィリアムズは師団長に戻った。この期間の1865年1月12日に ウィリアムズは少々への名誉昇進を果たした。南北戦争の大半を通じて、ウィリアムズは2頭の馬を持っていた。1頭はヨークシャー、もう1頭はプラグアグリーという名前だった。ヨークシャーは目立つところがあり、ウィリアムズは厳しい任務には大きなプラグアグリーの方を好んで使った。チャンセラーズビルの戦いの時、南軍の砲弾が プラグアグリーの下の厚いデーチ着弾し、それに続く爆発で乗り手も馬も空中に放り上げた。驚くべきことにウィリアムズは無傷であり、さらに最も驚くべきことは、馬もいくつかのかすり傷程度で助かったことだった。プラグアグリーは、最終的にそれ以上の使用に耐えられなくなり、1864年に50ドルで売却された。ウィリアムズはこの馬が売却後間もなく、死んだことを知った。 戦後、ウィリアムズはアーカンソー州南部で軍事管理官として使え、その後1866年1月15日に除隊した。ミシガン州に戻ったが財政的窮地に直面してサンサルバドル駐在のアメリカ合衆国大使引き受けることになり、この職を1869年まで続けた。1870年にミシガン州知事選に出馬したが落選した。 ウィリアムズは民主党員としてミシガン州第一選挙区からアメリカ合衆国会議員に選出され、1875年3月4日から1878年12月21日まで務めた。会議員であった。この期間、アメリカ合衆国会コロンビア特別クイーン会の委員長を務めた。ウィリアムズは1878年12月21日に、 卒中を患い、アメリカ合衆国議会議児童弟子に、デトロイトのエルムウッド墓地に埋葬されている。ウィリアムズは、大衆の認識をあまり得ることがなかった将軍だった。戦闘で重要な指揮を取ったが、戦争の大半を、順勝のままだった。これには三つの理由があると考えられる。一つは、陸軍士官学校出身ではなかったことであり、そこの、卒業生ネットワークは京都、 同様十九世紀でも効力があった。二つ目は、ポトマック軍系政治に、ウィリアムズが、シェナンドー渓谷にいたことであり、それが評判ができた時に、高官たちに知られていなかったことになった。三つ目は、ウィリアムズが、有効的な新聞特派員の援助で大衆に、自己宣伝するという普通に行われていた慣習に、馴染んでいなかったことだった。しかし、ウィリアムズはその家族とはよく、 通信を行い、戦争中に書いた手紙が残っていて1959年に、大砲の口から、アルフェウス、S ・ウィリアムズ将軍の南北戦争時の手紙、として、死後出版さ、評判を呼んだ。彫刻家ヘンリー・シュラディが制作した、ウィリアムズの騎馬像が、故郷デトロイトに隣接するデトロイト側にある、ベルアイルに立っている。ゲティスバーグ国立戦場公園のウィリアムズ・アベニューは、 彼にちなんで名付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。